はですね、10月31日の午前4時半ですね。おはようございます。いや真っ暗ですよ。こんな時間にバイク乗ったのね、ほんと初めてかもしれないですね。まあなんでこんなね暗い中バイクを走らせてるのかっていう話なんですけども、今日実は僕休みでして、特にねこう予定も何もありませんでしたんで、久々にちょっとね朝っぱらからどっかに走りに行こうかなという感じでバイクに今乗ってるわけなんですけど、で今使ってるヘルメットは今まで通り EX0 なんですけど、ゴーグルがちょっとスモークかかってるやつをね僕いつも使ってると思うんですけど、そのゴーグルだとねちょっとこの時間帯やっぱり、まあ、見づらすぎてさすがに危ないということで、今のゴーグルは首に、まあ、かけて見えないと思うんですけど、ゴーグルは今首にかけてね、EX0 の標準でついてるインナーバイザーですねを、まあ、クリアのままですんで、僕のはそれを今下げて乗ってます。はい、なのでねちょっと体感的にはすごい、まあ、ゴーグルの時よりねだいぶ風がね入ってはきているんですけど、その辺がちょっとマイクで拾われてたりするとあれだなっていうところではありますが、お聞き苦しかったらねちょっと大変申し訳ないなということなんですけども、今日僕3時半ぐらいにちょっと起きて、3時半に起きて、まあいろいろとちょっとダラダラとねしてたんですけど、さすがにこのままいるとねさすがにちょっと今日1日無駄にしそうな勢いだったんで、でこうやってバイクに今乗ってますね。目的地はねちょっと今日猪苗代湖に行ってみようかなと思ってます。っていうのもなんかね朝日が綺麗らしいんですよね、猪苗代湖。猪苗代湖ってね結構だいぶ開けてますんでね、その辺でちょっと朝日が見やすいというあれだとは思うんですけど、まあ何にせよ朝日が見やすいというか結構綺麗に見えるということなので、とりあえず今日はね猪苗代湖に今から向かおうと思います。で家を出たのが4時まあ30分前ぐらいなんですけど、あっち到着がねだいたい6時ぐらいなんですよ。6時で、さっきねちょっと Google で調べたところ、猪苗代湖の日の出は Google 先生によると6時3分とのことで、まあギリギリですね。だいぶもしかしたらね到着と同時に、まあ、朝日が見れるかもしれませんけど、最悪ね朝日が上がってから到着するっていう可能性もまあありにはありますけど、まあいいですよ。そんなね朝日を見ることじゃなくて、朝日動向じゃなくて、ね、とりあえずバイクに乗って走るっていうことがね一番僕の中では大事ですからまあそうなってくると趣旨が意味わかんなくなりますけども、その動画を皆さんにお届けするっていうね、それが元ブロガーのあるべき姿ですんで、まあ朝日がね見えようが 見えなかろうがそんなことは正直どうだっていいんですよ。はい、とりあえず猪苗代湖行って、まあ、帰ってくるのもあれですんで、猪苗代湖にとりあえず行ってから、ね、猪苗代湖からちょこっとまた40分ぐらいですかね、3、40分走ると喜多方っていうところが、まあ、あるんですけど福島県に。でその喜多方ってねやっぱ皆さん聞いたことある方も多いんじゃないでしょうかね、まあ、知ってる方は知ってるとは思うんですけど、目覚ましが鳴ってるスマホでうるさいなこれ。猪苗代湖からですね3、40分ぐらいはまた走らなければいけないんですけど、まあ、そんなのはね全然構わないですよ。で、まあ、猪苗代湖に行ってから、ラーメンをね食べて、またそこからの後のことはちょっとそこからまた考えようとは思うんですけど、とりあえず猪苗代湖で朝日を見てちょっとゆっくりしたらラーメンをね食べに行こうかなと思っております。はい、でねこれは僕がね 100% 悪いんですけど、前回ですね、まあ、前回バイク乗った時にガソリンをまあ満タンにしたんですけど、そこからまあちょこっと走りまして、今ですね前回の給油からもう86キロ走行してるんですよね。だいたいですねこのスポーツスター、僕の場合だとタンクアップをしてるっていうのも
もちろんあるんですけど、ただでさえですね、ここにクソでかいクレーターがついてますんで、ですんで標準のね、皆さんがつけてるタンクよりもおそらくガソリンの容量はね、少ないんじゃないかなと。まあ、大体100キロぐらいを超えてくると多分エンプティランプがつき始めるんで、できることなんだったらね、今すぐにでもガソリンをちょっと入れたいところなんですけど、まあなんせね、ど田舎ですからね、この辺今やってるガソリンスタンドを探すのがちょっと難しそうな気はするんですけど、どうだろうな、まああったらすぐにちょっとガソリンをね入れたいなというところですね。さすがに猪苗代湖まで行ってガス欠は笑えないからね。まあ一回これ僕ガス欠させてますけど、まあね、次のガソリンスタンドが近くにあったんでよかったですけど、まあそれでも 500m ぐらいはね押して歩きましたんで、もうガス欠はねもう二度としたくないですよ本当に。あれほどの空気はマジでないですから。しかも前回ガス欠した時ね、あの事故って左足がまだあんまり感知してない状態にガス欠するっていうね、左足を引きずりながらガソリンスタンドを目指して500キロぐらい、500キロじゃねえよ、500キロも歩けるかボケ、500メートルですね、500メートルぐらい歩きましたけども、やべえだろ500キロとか、まあ、あの苦行はねマジでもう二度としたくない。やっぱ寒いっすね本当。でもこの時間マジで上下ね、以前行ってたユニクロのヒートテック着てますけど寒いっすわ。それの上にロンティー着てパーカー着て N1 っていう感じで今日いるんですけどね、それでもやっぱり寒いっすね。猪苗代湖行くまでに結構今日時間がまあありますんでね、総合的な意味でですよ、時間がとりあえずちょっとありますんで、僕の動画にいろいろね皆さん見ていただいた方からコメントをまあいただくんですけど、そこでいろいろとちょっと質問をねたびたびいろいろといただきますんで、その辺をちょっと話して、まあ、時間を紛らわせようかなと思っているんですけども、とりあえずね、まあ、第一発目で今ねちょっと多分見えないですよね、相当多分見えないと思うんですけど、今左手にあのルミノックス、以前紹介したルミノックスの、まあ、腕時計をねしてるんですよ、ナイトホーク。一応暗い場所になると、あの針ですよね、ちっちゃい短い針と長い針あったと思うんですけど、あれがね、なんだろう、光を吸収する素材みたいなのが出てきてて、で暗くなると、まあ、発光するような感じになってるんですよね。まあ、夜のライディング中に使える腕時計を、まあ、探してらっしゃる方が、まあ、いまして、夜の見え方的にどうですかっていうコメントをね結構前にいただいてたような気がするんですけど、まあ、ご覧の通りでですね何も見えないですね。はい、マジで何も見えないです。一応見れることは見えますよ、見えることは見えるんですけど、こういう風な走行中だったりとかですよねに、まあ、見るってなるとさすがにちょっと見づらいと思いますね、ルミノックスのナイトホークに関しては、まあ、なので購入されるんであればですけど、うん、違うモデルの方がね多分いいと思いますよ。見えます？まあ、ここはね一応街灯がありますね、後ろにも今車がいますんで見えると思いますけど、そうで、あとちょっとその夜見るっていう用途で使うんであれば、僕もう一つ G-SHOCK をメインで使ってるんですけど、 G-SHOCK だと一応文字盤はねデジタルになりまして、腕をねこういう風にすると勝手に文字盤がねその動きを感知してライトを点灯させてくれるというか、文字盤が LED でね照らされるような仕組みに、まあ、なってるんですよね。なのでそっちの方がもしかしたらね夜使うっていう用途であるんであれば、そっちの方がもしかしたらいいのかもしれないですね。まあでも日常使いというか普段使いするのであればね、すごい、まあ、かっこいいし、なんせ、まあ、200m 防水っていうのも備えてるモデルですしね、一応ミリタリーウォッチ扱いですんで、ものすごくガシ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 使っても全然大丈夫だから、
この辺で考えると、まあ、僕はすごいおすすめですね。ルミノックスいいっすよとか言ってる間に、あれガソリンスタンドじゃないですか。スタンドやってるじゃん、よかった。しかもね、こういう夜のガソリンスタンドっていうのはね、あの車とかバイクがねすごい映えるんですよ。遊んでる暇ないんだよ。ハーレーダビッドさんで初ダートでございます。